今回作成するのはこちらのような映像です。どうも皆さんこんにちは、タカです。今回はですね、ダヴィンチリゾルブを使って冒頭の映像でお見せしたような背景が広がったりあるいは伸びていくようなエフェクトの作り方について解説していきたいと思います。こちらのエフェクトはドーリーエフェクトと呼ばれるもので、被写体に注目を集めたりあるいは映像にですね、不思議な立体感を持たせることができるエフェクトとなっています。編集を加える前はこちらのようなただまっすぐと歩きながら被写体に近づいていく映像になります。こちらにね、ある一つの工夫を加えてあげるだけでドーリーエフェクトを作成することができます。こちらのエフェクトを作成する際の映像の素材になるんですけれども、もちろん風景だけのものでもいいですし、逆にね、後ろに遠のいていくような映像でも構いません。重要なのはまっすぐ一方通行に進んでいく映像を使うというところになります。またこちらのエフェクトなんですけれども、エディットタブから簡単に作成することができるので、初心者の方もぜひトライしてみてください。それでは早速作り方の方に行ってみましょう。 Let's go。 今回は冒頭でお見せしたこちらの映像サンプルに作成していきます。一度エフェクトを反映する前の状態で見てみましょう。このように今回はまっすぐ後ろに進んで被写体から遠のいていくような映像と、まっすぐ前進して被写体に近づいていくような映像の2つのパターンを用意しました。それでは最初にこちらの後ろに進んでいく映像にドーリーエフェクトを当ててみましょう。まずはクリップの一番最初の部分に赤い再生ヘッドを合わせて、クリップを選択した状態でインスペクターの中のトランスフォームにあるこちらのズームにキーフレームを振ります。キーフレームを振りましたら、そこからクリップの最後の部分まで再生ヘッドを持っていきます。そうしましたらクリップを選択した状態でインスペクターの中の先ほどのキーフレームを振ったズームの部分の値を上げて映像を拡大していきます。この時どれぐらい拡大するかは個人の好みになりますが、クリップの最初の被写体の大きさと最後の被写体の大きさが同じようになるまで拡大するのをおすすめします。クリップの最初と最後にキーフレームを振ることによって映像を徐々に拡大させる動きをつけることができます。とても簡単ですが、ドーリーエフェクト自体はこれで完成になります。一度再生してみましょう。はい、このような感じで被写体のサイズは変わらないのですが、背景がぐいぐいと広がっていくような映像が完成しました。定点で撮影した映像などにこのズームのキーフレームを使って映像を拡大させる動きを当ててもこうはならないのですが、まっすぐ進んでいく映像にズームのアニメーションを加えることによってこのような面白い映像表現ができるようになります。それでは次に最初とは逆のまっすぐ前に進んでいく映像にドーリーエフェクトを当ててみましょう。まっすぐ前に進んでいく映像には最初にやった逆のやり方をやっていきます。まずはクリップの最後の部分に再生ヘッドを合わせて、クリップを選択した状態でインスペクターの中のズームにキーフレームを振ります。そこからフレームを戻していき、クリップの最初の部分に再生ヘッドを持っていきます。そうしましたらインスペクターのズームの値を上げて映像を拡大させていきます。拡大の目安は先ほどと同じようにクリップの終わりの被写体のサイズと同じぐらいの大きさまで拡大することをお勧めします。こんな感じですね。これで完成になります。一度再生してみましょう。はい、このような感じで被写体に対して背景がぐいぐいと伸びていくようなエフェクトが完成しました。ドーリーエフェクトの解説は以上になります。お疲れ様でした。という感じでドーリーエフェクトの作り方でした。
想像していたよりもかなり簡単にできたのではないでしょうか。ただね、簡単にできる割には映像に大きなインパクトを与えることができるとってもおすすめなエフェクトです。またね、作成している時にキーフレームを設定する場所とズームを設定する場所の位置が混乱してしまいそうになるんですけれども、交代していくような映像に関しては最初にキーフレームを振って最後にズームをかける、そして前に進んでいくような映像の場合はクリップの最後にキーフレームを振ってクリップの最初の部分で拡大をさせるというふうに覚えておくといいかと思います。最後になりますが、こちらのチャンネルではこういったダヴィンチリゾルブのチュートリアル動画配信していますので、ダヴィンチリゾルブを使っている方でまだチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。という感じで簡単になりますが、今日の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。